食品ロスをなくすために西中学校2年赤野優花、皆さんは今日どんなものを食べましたか？残さず全て完食しましたか？私たちにとって食べるということは欠かすことのできない行為です。しかしその裏側でまだ食べられる食べ物が毎日大量に捨てられているということにはなかなか目が向けられていないのではないでしょうか。数年前、私は学校で持続可能な開発目標についての授業を受け、その時に初めて食品ロスという言葉を知りました。食品ロスとは本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食べ物のことです。日本では1年間でなんと500万トン以上の食品ロスが発生しているといいます。1日に大型トラック約1500台分もの食べ物を捨てていることになります。食品ロスについて学んだ夜、テレビではアフリカの難民についての番組が放送されていました。世界にはその日食べるものもなく困窮している人が多くいるにもかかわらず、日本では毎日大量の食品廃棄が行われているという現実を知りました。この問題を知ってから世界がこんなにも不平等であることに対する怒りや自分にできることはないのかという焦りのような気持ちが湧き上がってきました。この日以降、私は自分なりにできることをやっていこうと考え始めました。まずは給食の食べ残しを減らしたいと考え、残っているおかずをおかわりして食べるように努めました。しかし私一人の力だけでは限界があります。そこでもっと多くの人と一緒にできることはないかと調べてみることにしました。すると私の住む甲府市でも甲府食べつけという食品のマッチングサービスを行っていることが分かりました。これは売れ残りが予想される食品や賞味期限が近い食品などをウェブサイト上に安く出品して食品ロスを減らそうという取り組みです。その他にも興味深い取り組みを行っている企業が山梨県内にいくつもありました。このように自治体や企業、また各家庭での取り組みによってここ数年は食品ロスが少しずつ減ってきているということも分かりました。しかしまだまだ多くの食品が廃棄され続けていることも事実です。私はまずはこの事実を多くの人に知ってほしいと思っています。私自身がそうだったように、この問題を知ることで毎日の行動が変化する人はきっとたくさんいるのではないでしょうか。私の家族も最近では買い物をするときに賞味期限の近い商品から順番に買う手前取りを心がけるなど、食品ロスを意識して行動するようになりました。これまでそんなことは考えたこともなかったという人も、自分にもできることがあるんだと考えてみてください。私たち一人一人の小さな変化がこの食品ロスという大きな問題を解決に近づけることは間違いありません。私たちの手で食品ロスのない世界を目指しましょう。そして私たちの手で平等で美しい世界を
私は性別にとらわれない生き方は一つの個性であると考えています。例えばトランスジェンダーのように見た目と中身の性別が違っていても、それはその人自身の一つの個性であり、特別なことではない。私は私という一つの個性であることと変わらないと思うのです。このようにジェンダーについて考えるようになったきっかけは、道徳の授業でした。授業の中で不公平な社会とはどのような社会であるか、差別はなぜ起きるのか、差別をなくすために私たちには何ができるのかについて考えました。クラスの中で先入観を捨てること、性別で区別をつけず、その人自身の人間性を大切にすることという意見が上がりました。この時私はまだ不公平や差別や区別について身近な問題として捉えられてはいませんでした。しかし公平な世の中がいいという思いは漠然と抱いていました。人は誰でも得意なことや不得意なことがあり、コンプレックスを抱えていてもそれに向き合いながら生きていると思います。私は運動が苦手でかなりの偏食でもあります。これを普通だと感じる人もいれば、抵抗感を持つ人もいるでしょう。自分の価値観と合わないと拒絶してしまう人もいるかもしれません。しかし私は得意なことも苦手なことも自分らしさの一つだと思っています。周りと違う自分を、周りも自分自身も受け入れて、自分らしさを生かして生きていくことが素敵なことだと思うのです。私が通う南中学校には外国籍の生徒が10人近く在籍しています。2年生になり転入してきたクラスメートと私は席が近かったので一緒に話す機会がたくさんありました。はじめは言葉の壁もあり、お互いに戸惑いはありましたが、たくさんの関わりの中でお互いのことを知り、今では外国籍などは意識しないで仲良く話せる友達になりました。このように相手を知ることで乗り越えられる壁があるのに、ジェンダー率という個性に対してはまだまだ社会から受け入れられていないように感じます。それはなぜでしょうか。私はジェンダー率の人に対して特別であるという認識を持っている人が多いからだと感じています。少数派だから、自分と違うからなどという理由で自分と区別をしてしまっているとしたら、それはとても悲しいことです。この価値観を否定してしまうと差別的な意識が生まれ、互いを知る機会は失われてしまいます。これからの社会では、本当がわからないような情報で人を決めつけるのをやめ、誰もが自分らしく生きられる社会になっていってほしいと思います。そうして、ジェンダーにとらわれず、誰もが自分らしさを自由に表現し、自分が生きたいように生きられる、そんな社会を目指します。ありのままの自分でいられる世の中へ。甲府市立北中学校1年畑野菜乃葉。皆さんは男女差別の問題が SDGs 目標の5番目に示されていることを知っていますか。今現在も多くの人がこの問題で苦しんでいるそうです。私自身これまで問題に目を向けたことはありませんでした。しかし最近差別に関わる動画を見かけたことがありました。
私はすごいな、上手だなという純粋な感情を持ち、コメント欄でも同じような発言をしている人が数多くいました。一方で、男のくせにメイク、男がするなんて気持ち悪いといった差別による印象だけのマイナスなものも見られ、もやもやしたすっきりしない気分になりました。そこで、男だから女だからといった差別を解消し、より生活しやすい環境になるために改善すべきことを調べてみました。まず、差別に対するさまざまな偏見が存在するということです。これをジェンダーバイアスと言います。例えば、女の子はピンクで男の子は青といった決めつけや、女の子は器用で男の子は力強いと決めつけるといったことです。このことを知ったとき、私は不思議で仕方ありませんでした。自分に置き換えて考えると、器用ではなく大雑把な面が多いからです。このことからも、性別だけで偏見を持つのは間違っていると考えます。やはり人それぞれ違いはありますし、それを認め合うことが大切だと考えます。まずは、こういった偏見を変えていくことが改善のための第一歩なのではないでしょうか。また、皆さんはルッキズムという言葉を知っていますか。これは外見を最も重要とする考え方です。面接を外見だけで落とされてしまったといったものがこの問題と関わってきます。確かに外見もその人を判断する要因の一つではありますが、それだけで人を決めつけるのは違うと考えます。このルッキズムの問題は男女の間でも起きているそうです。男らしい、女らしい格好を呼ぶためで、その人の人間性まで判断するといったことを減らしていくためには、相手の中身をよく知ろうと自分自身でも努力することが大切であると考えます。普段の生活から決めつけたり、見た目だけで判断したりすることがないように心がけていきたいです。今まで課題となる点を挙げてきましたが、徐々に改善されている事例もあるそうです。少しずつではありますが、今までに存在してきたジェンダーバイアスが変わってきていると思うと、生活しやすい環境に近づいているのではないかと、少しほっとした気持ちになります。これからの社会を築いていく私たちが、男女平等を意識しながら生活していくことが大切であると強く思います。皆さんもこれからの世の中がありのままの自分でいられることを想像すると、嬉しい気持ちになりませんか。これまで以上に自分らしくいられる社会実現のために、性別や見た目の偏見で判断するのではなく、相手のことを含め深く知ることを意識してみましょう。身近な小さな一歩がきっと大きな力を生みます。ぜひ私たちの手で自分らしくいられる社会を作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。大人になっても今いる甲府市に住み続けたいですか。
調査しました。その結果、知らないと答えた人がなんと半数を超えていました。また甲府市公式の X アカウントでは武田春君に関するポストが今年の3月で止まっていました。これでは PR 大使の意味がありません。せっかく甲府市の PR 大使なのですから、武田春君に甲府市のことをもっとアピールしてもらうべきです。例えば SNS を使うのはどうでしょうか。私の学年の仲間にSNS の影響力をどれくらいと考えているか調査しました。その結果、影響力は大きいと考えている人が7割近くいました。そこで武田春君の X アカウントを作り、ゴールデンウィークや夏休みなどの長い休みの旅行プランの提案や甲府市の祭りの宣伝をしてもらうのはどうでしょうか。以上のような提案をもとに、このような精力的な活動を行うことで甲府市のことを甲府市内外の人に知ってもらうことができると思います。また最近カプセルトイの専門店が次々登場しており、子どもから大人まで幅広い年代の人に人気です。武田春君をカプセルトイにして、甲府市の魅力である温泉や宝石などとコラボさせるのも効果的な宣伝方法だと思います。さらにその甲府市の魅力が詰まったカプセルトイを昇仙峡などの観光地に設置するとより効果的ではないでしょうか。以上のような提案をもとに、甲府市の魅力を同世代の人に知ってもらいたいと考えます。大好きな甲府市に、私は若い人にこそ甲府市が大好きと言ってもらいたいのです。忘れないこと、望むこと、平和のために。甲府市立高等中学校1年芹沢武雄。毎日忙しい生活を送っている僕は大変だなと思う時もあります。しかし家族や友達に支えられ、学校やスイミングに行くことができているので幸せです。この日常が壊れるなんては誰も想像しないでしょう。2022年2月下旬、その想像しないことが大規模に始まりました。ロシアによるウクライナ侵略です。このニュースが世界を駆け巡ったとき、皆さんは何を思いましたか。僕はテレビで見てひどい話しすぎて信じられませんでした。何日も何日もニュースを見るうちに、本当に信じられない、想像しない、始まってはならない武力による争いが始まったんだと理解すると同時に、強い怒りと悲しみが湧いてきました。小学生の時も中学生になってからも、国語の学習で戦争の悲惨さや卑劣さを学びました。なぜ学校で戦争について学ぶのでしょう。何のために学ぶのでしょう。それは戦争の悲惨さや卑劣さを忘れず、これからの世界を平和にしていくためではないでしょうか。平和は世界に広がっていかなければなりません。しかし戦争が絶えないのが現実です。世界全体が平和になるには一体何を大切にして、何をすればいいのでしょうか。そしてこのことを真剣に考えている人はどれくらいいるのでしょうか。ロシアのウクライナ侵略という言葉が世界に広がっていますが、ロシア人の中にも勇気を持って正しい行動をした人もいます。ある兵士が人を守る本来の仕
クライナ人を非難していたというニュースや、プーチン氏の指揮する戦争の異常さに気づいて反対行動を起こした人がいたというニュースを皆さんは知っていますか？しかし、この人たちは正しい行動は隠されました。僕はこのことや戦争を始めたこと、人の命を軽々と絶やすことに大きな憎しみを覚えました。皆さんはどう考えますか？これらのことを異常な問題と考え、もっと身近なこととして捉えてほしいと思います。世界平和を実現して戦争をなくすことはとても難しく、たやすいことではありません。しかし、忘れないこと、理解すること、望むことが世界全体に広がれば必ず実現できます。世界平和の実現には多くの人々の力が必要です。けれども僕たちにもできる平和の源があります。それは忘れないことと望むことです。忘れないことこそ僕たちの力の出番です。戦争の悲惨性や卑劣さをずっと忘れなければ平和を望むことができ、それを一人でも多くの人が行えば、平和は確実に世界に広がります。つまり、世界平和はその延長線上にある、目には見えないものが集まってできる大きな宝物なのです。毎年8月3日と9日には放送が流れます。これは広島と長崎に原爆が落とされた時のことを、僕たち日本人が忘れないようにするためです。日本は世界で唯一原爆を落とされた国です。また戦争で苦しく辛い思いをした国の一つでもあります。その経験を忘れずに世界を発信していき、後の世界につなげることが日本の務めではないでしょうか。平和を望むことがこの世界には必要なのです。最後に、今ではロシアのウクライナ侵略について以前のようにたくさん報じられなくなりました。しかし、決して終わったわけではなく、この瞬間にも苦しんだり、悲しい思いをしている人がたくさんいます。このことも忘れず、身近な問題として捉えてください。正義が通用する、誰もが安心して日常生活を送ることのできる世界、つまり、戦争のない平和な世界になることを、僕は心から願っています。そして、自分にできる平和の源を実行し、世界平和に向かって一歩ずつ前進していきます。本気になれば幸せです。北西12年、赤岡5年。人間と同じように動物だって生きている。この言葉を聞いたのは小学校に上がる前の夏のこと。あれから7年以上経った今でも鮮明に覚えている言葉です。それはお盆の初日のことでした。祖父母の家にいた私のところに、かくれんぼをして遊ぼうと近所に住んでいるいとこがやってきました。今はもうやっていないですが、昔はよくかくれんぼしていました。二人でかくれんぼなんて楽しかったのかと今になっては思いますが、6歳の子供にはそれがちょっとしたワクワクだったのだと思います。大きな敷地の端の方、小さな草むらがあったので、そこでかくれんぼを始め、何回か隠れては見つけ、見つけては隠れを繰り返し、次が最後になりました。最後は私が鬼です。60数えて、もういいかいと声をかけました。するとどこからか、もういいよと返事が返ってきました。つぶっていた目を開け、ふと下を見てみると、そこには本当に驚いた時には悲鳴を上げることさえできないものです。私はただその場から離れることだけで精一杯でした。
が、タヌキが死骸を踏んじゃった。祖母のいる部屋に戻った私は、半泣き状態で事情を説明しました。私の表情や素振りを見た祖母は、分かったから落ち着いて、確認してくるからここにいて、と優しく声をかけてくれました。祖母が戻ってきて、私が落ち着いたから、祖母は冷たい飲み物を持ってきて、ポツポツと話し始めました。ばあばが子供の頃はね、この田舎には車なんていうものはなかったんだよ。田んぼや畑だらけでね、ハクビシンがたくさんいたんだよ。そうそう、さっき踏んだって言ってたのはタヌキじゃなくてハクビシンだよ。あのハクビシンはきっと住む場所が奪われて車に轢かれたんだね。人の手で森や林が壊されちゃって住む場所を奪われているんだよ。人間と同じで動物だって一生懸命生きているのにね。その言葉を聞いたとき、私は難しい数学の問題を解いているような感覚になったのを覚えています。幼かった私には全く訳が分からなかったのです。人間が森を壊せるの？と。でも今は祖母の言っていたことを理解することができます。環境破壊や地球温暖化、ゴミ問題、人間が壊して動物や植物が苦しんでいます。その苦しみはいつの日か人間に返ってくるということを。私はこんな大きな問題を抱えている世界を良くするために何ができるのか探したいと思いました。でも私のような中学生一人にできることなんてほとんどないようにも感じました。そんな風に諦めかけていた時、私の随筆を読んだ先生が、できることがないなんて諦めないで、身近な幸福の環境問題から考えてみたら、とアドバイスをしてくれました。そこで幸福市のホームページを見てみました。今年から10年計画で第3に幸福市環境基本計画が始まっていることが分かりました。そこには私たちにできることがいくつも書かれていました。もしもこれから10年間幸福のみんなが同じ気持ちで環境問題に本気で取り組めば、私たちの未来はきっと絶対幸せです。そう信じています。ご清聴ありがとうございました。Cさんヒーロー、その可能性を信じ。富田中学校2年、安藤光。皆さんが夢中になっていることは何ですか？またその可能性を追求したいと思っているものはありますか？僕は昆虫に魅了され、昆虫の持つ可能性を追い求めてきました。幼稚園の頃から飼育や採集を楽しみ、図鑑や専門の本をたくさん読み、知識を広げてきました。小学校中学年までは友達と一緒に後小山に虫取りに行ったり、昆虫を見せ合ったりして遊んでいましたが、だんだんと周りの興味は別のものへと移っていきました。中学生になり、機会があるたびに昆虫の素晴らしさについてアピールしましたが、同じ熱量に共感する人はなかなかいませんでした。そんな時に知ったのが、山梨大学で行われているジュニアドクター育成支援塾です。そこでの目的は、自分が本当に好きなものを見つけ、深め、発展させて、次世代の科学者として育っていく場やきっかけを提供するというものでした。すぐに応募し、選ばれた時は期待で胸がいっぱいでした。そして、ワクワクした学びがスタートしました。様々な学びの中で一番興味を持ったことは昆虫と人間の共生です。自然破壊が進み、地球の食料が枯渇することが予想される今、
昼食に注目が集まっています。僕は昆虫の習性を利用して食品に変わる可能性はないかと考えました。皆さん、スズメバチとゴキブリが互いに栄養バランスの取れた飲み物を持っていることを知っていますか？スズメバチの成虫は捕らえた昆虫を幼虫に与えます。成虫はお腹がくびれているため固形物を食べることができません。成虫は自分で取った餌ではなく幼虫が吐き出す栄養液をもらってそれをエネルギーにするのです。この栄養液を持って成虫は1日に 100km も飛べると言われています。このことからも非常に栄養価の高い飲み物だということがわかります。人間から嫌われがちなゴキブリは普通卵の状態で子孫を残していきます。しかしオーストラリアに住むあるゴキブリは自分のお腹の中で卵を孵化させある程度育ててから外に出します。この育てるときに出すゴキブリのミルクは牛乳の3倍までエネルギーを持っていると言われます。またタンパク質や脂肪糖も含まれるスーパーフードなのです。スズメバチの栄養液とゴキブリのミルクは現在商品化に向けて研究されています。昆虫食の文化を持つ日本の食卓に昇る日が来ることは本当に楽しみです。昆虫食以外にも身近な昆虫には知られていない可能性がたくさんあります。爬虫類や鳥類の餌としてペットショップで売られている茶色米のゴミムシタマシの幼虫は腸内の細菌を使ってプラスチックを分解します。また発泡スチロールを食べ自分の栄養にすることができます。このように昆虫には無限の可能性があり、それを利用することで昆虫と人間がウィンウィンの関係を築けるのです。ジュニアドクターの先生方や大学院生の方々は僕の昆虫に対する熱い思いを分かってください。物事を様々な角度から見ることの大切さを教えてくださいました。本当に感謝しています。僕が昆虫について知り得た知識はまだほんの一部で小さな一歩を踏み出したばかりです。これからもその生態を調べ人間の生活に欠かせない昆虫の可能性を追求していきます。小さなヒーローがこの地球にこの山梨の未来に光を差し込む貴重な存在になることを信じて。今を精一杯生きること。城南中学校2年与田山と、じいじ今までありがとう。そんな言葉をかけて棺に入った祖父と最後のお別れをした。幼い頃から今まで当たり前のようにおじいちゃんという存在があり、これからもその当たり前は変わらないだろうとどこかで勝手に思っていた。会える回数は少なくてもいつも心のどこかに祖父の存在があった。温かく応援してくれる祖父は僕の心の支えとなっていた。そんな大切な存在である祖父が先日息を引き取った。当たり前が当たり前でなくなる瞬間というのはとても辛く悲しいことだと感じた。亡くなる少し前に父が祖父の病室から電話をかけてきたことがあった。声を出せないほど弱っていた祖父が僕や妹弟の声かけに力を振り絞り手を挙げたそうだ。まだ頑張るぞという祖父の意志を感じたと父から聞いた。最後に最後まで生き抜きたいと思い祖父は病気と戦っていたのだと感じた。限りある命だからこそ何も変わりなく過ごすことができる毎日を大切に精一杯生きたいと感じた。そして身近な人の死を目の当たりにし僕は今生きていることこそ意味のあることだと感じることができた。皆さんは命を大切にするとはどのようなことか考えたことはあるだろうか。僕は今回の祖父の死が考
病気にかかり入院生活を送ったからだ。長期に治療をしなければならないため、僕だけでなく家族みんなで病気と向き合う日々を送っていたそうだ。幼い頃の僕は病気であったが、医師、看護師に支えられ精一杯生きていた。また保育園に通っていた時にも手術の影響で病気になってしまい、またもや入院生活を送った。その時の記憶は幼いながらも覚えているが、とても辛かった。思うように食事も取れず、毎日の治療も辛かった。そんな経験をしたからこそ、何気ない生活を送ることができるのは幸せなのだと感じた。当たり前だと思っていることも、実は当たり前なんかではないと今でも感じている。それは今、僕たちが学校に通い、生活できていることと同じことが言えるのではないか。おはようございます。そんな元気の良い挨拶で始まる城南中での生活。四大文化の一つである挨拶は、生徒会役員を中心として盛んに行われている。部活動に生徒会活動、学園祭など楽しい行事や活動がたくさんある。特に学園祭は僕の中でも印象に残っている。本番に向けて時にぶつかり合いながらも、クラスが一つになることは最高の思い出だ。そんな毎日でも自分の思い通りにいかず、イライラしたり嫌だと感じたりすることはあった。それでも学校で気の合う仲間と話したり、仲間と一緒に部活動の練習に打ち込んだり、クラスのみんなと時にぶつかり合いながらも協力して精一杯頑張る日々が一生懸命生きていると言えるのではないか。うまくいかずにイライラしたり嫌だと感じたりすることさえも、生きているからこそ経験できること、そこから抜け出そうともがくことも精一杯生きていると言えるのではないか。生活していく中でうまくいかずに悩んだり考え込んでしまうことは何度もあると思う。どうしたらいいかわからなくなることも何度もあると思う。それでも前を向いて一生懸命に生きることが、僕たちにできる命を大切にすることだと思う。今ある当たり前に感謝をし、その命の限り今は精一杯生きてほしいと僕は思う。全員が快適な学校生活、高知市上城中学校1年、頑張るだろうと。今年は暑い日が多いと感じませんか？7月後半から8月にかけて異常な暑さが続きました。今年は10月後半から11月上旬にかけても気温が25度を超える夏日が見られ、季節外れていることが多くなっています。夏日と言われると多くの人が暑いと感じ、半袖の制服を着たいと考えることでしょう。制服には毎日の服装に悩まなくてよい、仲間意識が高くなる、学生らしく見えるなどの良い点があると思います。このようなことから僕は制服があることに賛成です。ですが快適に過ごしているかというと疑問に感じます。僕たちは決められた時間に決められた制服を着て学校生活を送っています。夏には半袖の服、冬には長袖の服を着て学校生活を送っています。それぞれどちらを選べるか、着るかを選べる移行期間もあります。移行期間が終わると11月には冬服、6月中旬には夏服へ移行します。暑くても寒くても制服を移行しなければなりません。9月末から10月末までの移行期間ではすぐに冬服を着始める人もいれば、移行期間いっぱい半袖で過ごす人もいました。これだけ暑さ、寒さの感じ方は人それぞれ違うのに、当たり前のように衣替えがあることを疑問に感じました。そこで衣替えを撤廃し、自由に制服を選べるようにすればよいと考えます。今年の11月初旬の天気予報は異例の高温と言われるほど気温が高くなると予想されています。11月は冬服に完全移行されているので、
暑がりなので冬服では暑く不快で過ごしにくいです。でも冬服で快適に過ごせる人もいると思います。このようなことからこの前の撤廃が必要だと考えます。この前の撤廃を行うと始業式、終業式などの式典の日に服装が揃わなくなってしまうといった問題点が出られます。ですが式典の日は夏服で登校するかまたは冬服で登校するかを指定すればこの問題点は解決することができます。制服は全員が同じ服装をするべきだという意見もあると思います。しかし今は異常気象と言われるほどような高温となる日が多いです。また春や秋でも暑くなる日が多いです。体調を崩さず健康に過ごすためにも服装を自己判断できる決まりに変えるべきだと考えます。このような考えから制服のこの問題を撤廃し生徒一人一人が考え制服を選べるようにすることを提言します。またこのようなことができない場合にはこの問題の移行期間をその年の気候に合わせて延長するといったことも有効だと考えます。これは制服に限った話ではないので今まで当たり前だったルールも必要か時代になっていると考え見直していくことがより良い学校生活につながっていくのではないでしょうか。明るい空を見上げるために甲府市立避難中学校2年田中葵。いじめをなくそう。よくこの言葉を耳にします。私の心に響くことはありません。なぜならいじめをゼロにすることはできないと思うからです。たとえどんなに仲がいい相手でも心ない言葉を言ってしまうときがあります。またあまり仲良くない人にでも裏で悪口を言っているかもしれません。私はいじめられた経験があります。突然悪口を言われるようになりました。少し遠くの方へ行けば私への悪口が聞こえてくるのです。一度だけではありません。何度もありました。いざいじめられる側に立つととても苦しいです。悲しいです。友達と話していても何か言われそうで気になってしまいます。みんなの前に少し立つだけで、また何か言われてるんじゃないかと怖くて、家で泣いたこともありました。学校を休んでみましたが、休んだところで気持ちは楽になりません。私だけ置いてかれている、そんな不安な気持ちでいっぱいになるのです。私と同じような経験をしたことがある。という人はきっとたくさんいると思います。学校に行くのが難しい人、自分自身で自分を傷つけてしまう人、いろいろな人がいると思います。そんな自分の体や心を傷つけてしまっている人を見つけるために学校ではいじめアンケートが行われていると思います。全校生徒が書くことができますか。本当のことを書いているかと言われるとそうではないと思います。書くのが面倒だからといって適当に書く人がいたり、本当のことを打ち明けるのが怖くて嘘を書いている人がいます。この取り組みで本当にいじめをなくすことができると思いますか。私はそうは思いません。全員が幸せになるためには、誰かが我慢をしなければなりません。しかし、我慢には限界があります。我慢をする人を減らすためには、もっと周りを見て、一人一人の特徴、つまり個性を理解することが何よりも大切だと私は思います。その人の良さを知ることで、自分の世界の見え方が変わってくると思います。
できるのではないでしょうか。また私は救われた言葉があります。どうしていじめられている側が逃げなきゃならないんでしょう。欧米の一部ではいじめている方を病んでいると判断する、この言葉です。この言葉を聞いて私はハッとしました。もし自分が幸せならば他の人に興味など持ちません。つまり悪口や文句を言うということは私に興味があるのではないでしょうか。このようにもっとポジティブに考えることで気持ちが楽になると思います。いじめを減らすためには勇気を持って前の自分と変わる必要があります。一人一人がいじめについて考え、全員で明るく楽しい未来を作っていきましょう。たとえ10年後でも20年後でもいいから、私はみんなが笑って過ごせる日々を願っています。
われています。人と人は残虐な殺し合いや恨みでつながっているのでしょうか。パレスチナの人々は死ななければならなかったのでしょうか。そうではないと私は思います。私はどちらがいいか悪いか歴史や民族の壁を越えて両方の言い分を聞いて命をつなげる人になりたいです。日本がそんな役割を果たすならと思います。あなたが何か思っていてもそれは苦しむ人たちには届いていないかもしれない。それなら周りの人たちに思いを伝えればいい。つながっていけばいい。誰か一人に対する思いやりは巡り巡って大勢の人の助けになるはずです。私は一日でも早くパレスチナの人たちが安心して生活できる日が来ることを願う。そしておじいちゃんが必ず帰ってきてくれることを信じこの花を贈ります。オリーブ、平和という花言葉と。進撃の巨人と私たち。駿台東北中学校3年土屋本館。私は進撃の巨人という漫画が大好きです。この漫画は戦争について民族間の争いについてを題材にしています。この漫画を読むことで私は戦争をさまざまな角度から考えるきっかけになりました。私は戦争はしてはいけないことだと分かっていましたが、異なる民族間でどうしても起こってしまう境を戦争抜きでどう解決すればよいのかという点でとても考えさせられました。進撃の巨人の中では主にエルディア人という民族とマーレ人という民族との2つの民族間の争いが描かれています。エルディア人は巨人になることができるという理由からマーレ人から迫害を受けていました。なぜ民族間の争いは存在しているのでしょうか。私はお互いが自分のことを絶対に正しい、相手が絶対悪であると考えていることが原因だと思います。現在私たちのこの世界で争いが起こっています。そのうちの一つにパレスチナ問題があります。およそ2000年前にパレスチナの地にあったユダヤ人のマーレ帝国によって滅ぼされました。失礼しました。ローマ帝国によって滅ぼされました。この時にユダヤ人はパレスチナを追い出され世界中に離散してしまいます。そして宗教上の理由などから差別や迫害に苦しむことになります。ユダヤ人はパレスチナの地に自分たちの国を作りたいという思いが強まっていきます。しかしパレスチナにはアラブ人が住み続けていました。ユダヤ人はかつて暮らしていた地に戻りたいという思いを持っています。アラブ人は今まで自分たちが暮らしていた地から
では、どうやって解決すればよいのでしょう。進撃の巨人では、2つの争い合う民族同士が互いに戦う理由、そこに至るまでの歴史を知ることで、絶対的な悪だと思っていた相手への認識を変えることができました。互いを理解するためには、相手に歩み寄る場、対話の場が必要となります。武力で解決した方が楽なのは確かです。しかし、暴力で問題を解決しようとしたところで、またさらなる悲劇を生むだけです。武力行使を走る前に、もっと根気強い対話を行わなければなりません。対話をする上で、相手に歩み寄ることができるような倫理観を持つ人を育てるためには、倫理観を養う場の存在が大切だと思います。その場の一つとして、学校があります。学校社会の生活を通し、倫理観だけでなく、コミュニケーション能力や協調性、責任感などの社会性を取得することができます。また、私たちは、外国語や他国の文化についてを学校で学びます。それらの知識は自分と異なる文化、言語、宗教の理解の土台になります。異なっているということを知らなければ、文化の違いと出会ったとき、その文化が自分たちの感覚にそぐわないという理由だけで否定してしまうでしょう。しかし、もし知っていれば、自分たちの考えは異なるけれど、そういう文化もあるんだと受け入れられるのではないでしょうか。対話をしようと努力することは、相手への理解につながります。それはいつか平和へとつながっていくのです。私はまだ一中学生です。現在起こっている争いや問題を解決するさせる力を持ってはいません。しかし、私たちは社会性の習得と異なる文化への理解の土台作りを学校教育を通して行っている途中です。私たちが得る学びが平和への対話につながっていくと私は信じています。ご清聴ありがとうございました。優しい言葉で伝えられたら、山梨学院中学校2年、早川亜紀。私には耳にするたびに心を深くえぐられる言葉があります。ある日、買い物から帰ってきた母の表情は暗く、思い詰めるようなものでした。帰りがけに寄ったコンビニで、おにぎりを2つ持った高校生がレジに並んでいたところ、隣にいた友人が、1つ俺もと尋ね、そんなわけないだろう、死ね、と言い返した場面に出くわしたというのです。それは、お互いの間では、ごく当たり前の会話をしているようで、死という言葉を、あまりにも簡単に使っていることに、母は憤りを感じていました。私の母は簡単に死という言葉を使うことを嫌います。なぜこれほどまでに嫌うのか。それは大好きな祖母の、私にとっては曽祖母の死を経験したからです。私の曽祖母は私が生まれる7年前に87歳で亡くなりました。亡くなる1年前から物忘れがひどくなり、家族の名前を言い間違えたりしていましたが、孫にあたる母の名前だけは決して間違えず、はっきりと認識していたといいます。その後、その祖母は肝臓がんを患い、もって3ヶ月という余命宣告を受けました。そこで、その
1月10日の誕生日、家族との約束を果たし、一緒に祝うことができたそうです。そしてその翌日、曽祖母は家族に見守られながら息を引き取りました。母は曽祖母が自分との約束を励みに必死に生きようとしてくれたことへの感謝の気持ちでいっぱいだったそうです。私は幼い時に母からこの話を聞き、母が死という言葉を簡単に使うことを嫌う理由を理解しました。また、命の尊さと言葉の重み、そして言葉の持つ力にハッとしました。曽祖母が余命3ヶ月と言われていながらも、誕生日を迎えることができたのは、母と交わした約束の言葉が大きな励みの一つになったからだと思うのです。思いが詰まった温かな言葉には、困難を乗り越え、人を支える大きな力があります。一言で誰かを勇気づけることもできるのです。しかし、同じように人の口から発せられた言葉は、時に誰かを傷つけ、悲しませてしまうこともあります。数年前から SNS での誹謗中傷により、苦しんでいる人がいる、というニュースをよく目にします。匿名で顔が見えないから何を言ってもいい、そう思っているんでしょうか。深く考えず、ノリで言っているだけで、相手が傷つくことに想像が及んでいないのかもしれません。この強く鋭い言葉の対応は、ネット上のみならず、私たちの日常の中でも多く耳にします。私は日々、電車通学をしています。ふと聞こえてくる学生たちの会話の中の心ない発言の多さに驚きを隠せません。特に深い意味を考えず、ふざけて口にする、死ね。その言葉は絶対に他の言葉でも置き換えられるはずです。イラッとしたとき、うまくいかなかったとき、反射的にひどい言葉を使うのではなく、そうじゃないよ、いや、今日はついてないな、など、もっと優しい言葉で相手に自分の気持ちを伝えられないでしょうか。死という言葉はとても重みがあるはずです。冗談で言っているつもりでも、傷つく人は必ずいます。私は日頃から自分の発する言葉に注意するようになりました。相手を思いやり、考えてから話すことで、自分も相手も気持ちよく過ごすことができます。私はもっとたくさんの人に言葉の影響力を実感してもらいたいです。私たちが生きる今、優しい気持ちで人に接することは